ジックナイトたちよ。
最後の力で伝説のマジックナイトを異世界から呼び寄せた。まさか伝説が現実になるとは思いもよりませんでした。案ずることはない。まだ子供ではない。エメロード姫を救うどころか真のマジックナイトとなることもおぼつく。はっ、侮って用心を怠るのも愚か。仰せの通りでございます。浮かんだ山が見えた。遠くに火山も。確かに東京には空に浮かぶ山も火山もありませんわ。来週にはフェンシングの試合があるのよ。どうしてくれるのよ。自己紹介でもいたしましょうか。自己紹介？東京タワーからここに来たのは私たち3人だけのようですし、これからどうするかとにかく3人で協力していくしかありませんわ。メアン、しょうがないわね。私は鳳凰寺フー、14歳、中学2年生です。龍崎由美よ。同じく中学2年生で14歳。指導光、14歳、中学2年生。申し訳ありませんが、私も。うん、どう見ても11歳くらいだわ。いつまでじゃれとるんだ。エメロード姫が呼び寄せた伝説のマジックナイトとはお前たちか。なんとまだ子供ではないか。子供とは何よ、失礼ね。あなたの方がよっぽど子供じゃないの。私は745歳だ。あなたは一体。私は同志クレフ、お前たちを導く者だ。お前たちはもう元の世界へは戻れん。このセフィールを救うまではな。伝説のマジックナイトが召喚された。さすがはエメロード姫、囚われの身でありながらそれだけの力を使うとは。ほな、
伝説の通り魔神を蘇らせるんかいの。ザガート、どうするんだい。静かに、ザガート様が話される。召喚されし異世界の者どもはまだ子供だ。魔神は蘇る。しかし今の奴らは同志クレフのもとに。あの目障りな魔導士のところにか。そりゃ面倒やね。マルシオ、ここはセフィーロ。お前たちはマジックナイトとなってこの世界を救うべくエメロード姫に召喚されたのだ。稲妻将来。すごい。エメロード姫のおられた頃のセフィーロはこうではなかった。人や精霊、聖獣たちが仲良く幸せに暮らしていた。だがエメロード姫が囚われの身となってからこの世界は一変した。セフィーロは魔物がうごめき、闘争と混乱であふれた世界となってしまった。どうしてそのお姫様がいなくなるとセフィーロはそんなになっちゃうんだ。エメロード姫はこの世界の柱なのだ。この世界では何よりも意志が勝る、信じる心が力となる。エメロード姫はその祈りでこのセフィーロの平和と秩序を支えておられた。誰かに囚われてしまった。誰なんだ、そのお姫様をさらったのは。神官ザガート、姫に次ぐ力の持ち主だ。ザガートは姫をさらい、そしていずこかへ閉じ込めたのだ。なんだか信じられませんわね。でも私たちには関係ない話だ。この世界のことはこの世界の人が解決するべき。さまざまな魔術師、戦士、騎士たちが姫を救うためザガートと戦った。だが勝てなかった。セフィーロのものではダメなのだ。私やるよ。マジックナイトになってセフィーロを救う。ちょっと待ちなさいよ。そんな安請け合いしていいと思ってるの。姫の願いがお前たちをこの世界に呼んだ。マジックナイトとなってこのセフィーロを救えれば姫の願いは叶えられ浄化され、その時こそお前たちは元の世界へ戻れるだろう。私たちに選択の余地はないということですわね。このセフィーロを救ってほしい。マジックナイトとなり魔神を蘇らせるの。魔神？お前たち魔法では使ってみよう。いや、魔法も使えんのか。それにその装備もなんとかせねばなるまい。魔法伝承。魔法を授けようとしたが、魔法の方でお前たちを選んだ。光ると言ったな。目を閉じよう。わかるか。お前の中に力がある。今までとは違う力。わかる。
なんだか胸の奥が熱い。何か言葉が浮かんできて。そうだ、それがお前の魔法だ。何？サガートの手の者が現れたようだ。聖獣召喚。そこにいる。くれ！まず西へ行け。沈黙の森にプレセアがいる。そこで武器とモコナを。お久しぶりです、同志クレ。ザガートに組する。我が教え子ながら呆れた奴だな、アルシオーナ。同志には感謝していますわ。素晴らしい魔法を授けてくださいましたもの。こんな風に様子を撃破。さすがは我が師セフィーロ、最高の魔導士。私がお前に魔法を教えたのはエメロード姫をお守りするためだ。このセフィーロを脅かすためではない。相変わらず手厳しいこと。でもおしゃべりしている暇はないのです、同志クレ。とはいうもののまともに戦って私があなたにかなうはずもありませんわね。ザガート様、我に力を。やろうよ。しまった。すぐに追いついた。マジックナイトの卵さんたち。もしあの者たちがアルシオーネに敗れるようならマジックナイトとなり、魔神を蘇らせることなど不可能だ。マジックナイトに死んだ時はアルオーネなど問題にならぬほど強い。頼むぞ、異世界の子供たちを。かわいいお嬢さん。炎の矢！
私の魔法。でもクレフが石になっちゃったなんて。戻ろう、クレフのところに。でもそのまま見捨てるなんてできないよ。落ち着いてください、ヒカルさん。たとえ戻っても私たちには石化の魔法を解くことはできませんわ。それにクレフさんはおっしゃっていましたわ、セフィールを救ってくれと。そうね、クレフのことを本当に思うなら私たちは先へ行くべきだわ。この世界を救ってくれという彼の意志を汲んで。そうか、そうだね。確かクレフさんは西へ行けとおっしゃっていましたわ。西の沈黙の森でプレセアという人に会えって。この森がその沈黙の森なのかしら。とにかくこの先へ行ってみよう。いらっしゃらないみたいですわね。これがプレシアっていう人の家なのかしら。開いた。鍵をかけていないとは不用心ですわ。こうしててもしょうがないわ、入ってみましょう。他人の家に無断でですの？この世界では私たちの常識は通用しないわ。 No problem よ。ちぃ、あれは？プレシアさんですか？私たち、クレフから言われてここに。ブブー？ああ！プレシアさん？しようか。ちょっと待ってよ、ドアが勝手に開いたのよ。不用心なのはあっちじゃない。ここが東京だったら。今何と言ったの？え、ここが東京だったら。違う、その前勝手にドアが開いたのよ。確かに無断で入ったのは悪かったけど、その前に何度も呼んだんだからね。この家の鍵は同志クレフに特殊、誰もドアを開けることはできないはず。もしやあなたたち、マジックナイト？そうだ、私はヒカル。海よ。ウーですわ。私たちはクレフに言われてここまで来たんだ。ではついに始まるのね、伝説戦いが。
こそ伝説のマジックナイトたち。歓迎するわ。私はプレセア、このセフィーロで最高位の装士よ。モコナがこんなに嬉しがってるってことは間違いなさそうね。モコナ、この子がモコナなんだ。クレフさんからは途中までしかお話を伺いませんでした。プレシアさんの家で武器とモコナをということしか。そう、わかった。ついてらっしゃい。もちろんそうよ。さあ、好きなのを取りなさい。まあ、親切ですわ。ただで武器をいただけるなんて。ただじゃないわよ。お金取るの？やっぱり、世の中甘くありませんわね。お金はいいのよ。え？でも、ただじゃないって。好きな武器を持ってっていいけど、それは本当のあなたたちの武器じゃないの。貸してあげるだけ。私の作る武器はどれもたった一人のためのものなの。あなたたちの武器はこれから作るのよ。あなたたちのためだけに。でも、じゃあこの中から選べっていうのは。何も持たずにエテルナに行くのは危険だから。エテルナ？あなたたちのために私は最高の武器を作るつもりよ。だから材料は自分で取ってきてね。なるほど、お金はいらないけどただでもないとは、そういうことだったんですもんね。そう、あなたたちは伝説の泉エテルナに行き、エスクードという鉱物を取ってくる。エスクード？セフィーロで唯一成長する武器が作れる鉱物よ。エスクードで作った武器は持ち主の技量や精神力に合わせて成長し、レベルが上がるの。それはお得な武器だわ。武器を買い替えなくてもいいんですものね。でも持ち主が成長しなければ武器も成長しないのよ。武器を買い替えれば嫌でも強くなりますから、その方が楽といえば楽ですわ。どちらにしてもあなたたちはエスクードで作った武器を成長させていくしかないわ。エスクードの武器はマシンを蘇らせる鍵の一つだから。マシン？クレフもそんなこと言っていた。マシンって一体何なんだ？巨大で大きな力を持つもの。詳しいことは知らないけれど、とにかくまずエスクードを取ってくることね。伝説の泉エテルナへ行って、エテルナの泉までの道は沈黙の森といって、魔法が使えない不思議の森よ。だからどれでも好きな武器をお持ちなさい。ということは、なんか怖い怪物が出るとか。ちょっとね。ちょっとってどのくらいでしょう。そうね、何人も戦士がエテルナを目指したけど誰一人帰ってこなかったっていうくらいね。だから武器を持っていきなさいって言ってるのよ。よく武器を見なさい。今の自分に合ったものがわかるから。ちゃんと武器はあなたたちを呼ぶから。
私、学校では弓道部ですの。うちが剣道の道場だから、私は小さい頃から剣道をやっていたんだ。そして私はフェンシング部。なるほど、今の私たちに一番合った武器だわね。でしょ。そのエテルナまではどう行けばいいんだ。モコナが教えてくれるわ。連れて行きなさい。プップー。